赤肌焼き赤肌焼きは奈良県奈良市、山和小山市に釜場が点在する陶器である。赤身のある乳白色の柔らかな素地と奈良絵文様を特色とする。山和国五条村の五条山付近一帯の土は焼き物に適し、古くからの養業地で民間の手で土器、火鉢などの製作が盛んに行われ、桃山時代の作動の広がりとともに、 奈良土風呂などの茶道具が製作され、産業として定着していた。伝説では、天正年間、豊臣秀長が、終わり国と小波から、東高の欲労を招き、五条山で開けようさせたのが、創始というが、当時の資料記載や物品はない。天明6年に大和戸氷山藩主、柳沢康光の保護を受け、商人の住吉や平蔵に任せて、試験用が、 郡山大指揮官町のうちの六郎座江門の屋敷内に築かれ、死柄木の投工、八江門が四年間作刀したが、まだ名称はなかった。そして、住吉屋により、本格用に進み、関西元年五条村、赤肌山に、汎用の彫り釜が作られる。その釜は、京都五条坂より、投工、丸屋寺兵が呼ばれて任され、優れた焼き物が作られ、安光から名字、 井上と赤肌山の鎌子と赤旗の動員を与えられ、赤肌焼きとしての創始となった。だが安光の没後は民業に戻った。奥田木白は安光の周辺に集まった文化人グループに名前を連ねていたが、やがて自身で作闘し、天保7年最大時報の落焼き茶碗で東校として出発し、開栄3年頃、本業も陶器師となり、 幕末に名工として赤肌焼きの名前を広めた。京焼きの技術を取り入れ発展させ、今に伝わる赤肌焼きの技法を確立した。小堀正和が好んだ演州七葉の一つにも数えられている。開エ年間には五条山に、元の釜は中の釜と呼ばれ、東西に分立して三葉となり、東の釜、中の釜、西の釜と呼ばれていた。 東の釜は住吉や平蔵の息子の岩蔵が投稿となり、養業した釜で、中の釜は投稿、井上治兵から継いだもので、西の釜は総兵が焼いていた。1884年に出版された山和国名粒子には赤肌焼きの投稿として、山口仁次郎、古瀬治兵、 井上忠次郎の三人の名前が記されている。だが1886年に、中の釜では四代自兵が死去後に、後継の徳次郎はまだ17歳で対応できず、東の釜の房次郎が、中の釜を道具ごと買い取った。その後、東の釜では、石川虎吉、中の釜では、山口神三郎、西の釜では、井上忠次郎が正当していた。だが、 第一次世界大戦後の戦後強行の影響を受けた。東の釜は1890年、石川虎吉が継ぐ記録が残っているが、虎吉没後、東の釜は廃用された。西の釜は1879年に、三代兵衛が没し、後を継いだ、中次郎の頃1881年の末に、他家へ同居した記録が残っているがしばらくして廃用、された。 東の釜の廃用後に、古瀬家の縁石が中の釜を買い戻し、大阪で働いていた徳次郎が呼び戻され、昭和初期に初代古瀬隆さんを名乗り、古瀬家の中の釜が再開された。1941年7月、銀座松屋にて赤肌山本用作品展示会が開かれているが、当時の説明でも中の釜ただ一つしか残存していない。 と書かれている。2007年7月登録で、古瀬隆さん用の陳列場及び旧作業場、大型のぼり釜、中型のぼり釜の3件が国の登録有形文化財で、古瀬隆さん用で見学することができる。赤肌焼きと称されるものは数多くあるが、東の釜、西の釜は現存していない。そのように称しているものは、 ほぼ現代陶芸作家による詐称であるので購入する。際には注意したい。赤肌焼きは、その赤みを帯びた器に、乳白色の萩牛をかけ、奈良へと呼ばれる絵付けを施したものがよく知られる。奈良絵とは、おとぎ造紙などを題材としたという説、あるいは釈迦の前世と生涯を説明した絵巻物、絵印画業を、氷山藩の家老、柳沢喜園が、 赤肌焼きの器に合うように図案化したもので、この源流は東大時代仏のレンゲ座のレンベン図にあるとも言うが、庶民的な絵柄で、微妙な、稚拙な構図が、器肌の素朴さをうまく引き出している。赤肌焼きには裏に、赤肌山という刻印が付けられている。江戸時代から続く鎌本である、古瀬隆さん用のものには、赤肌山の刻印のみ見られる。 その他の釜のものには赤肌山、または赤肌の国印以外に作家印や釜印が付けられている。現在、奈良県の伝統工芸として6つの釜がある。古瀬隆三山は1938年から海洋を継ぐ赤肌山本用を使用している。大塩星が3件あるが、それらはすべて親戚関係にある。昭和になって開かれた釜であることが、 名前の由来となった、大塩明山、その後独立した大、大塩玉泉、大塩正人が続く。ありがとうございます。